今回も街角ウォッチングは近畿シリーズとなります。第3回目は三重県の夫婦岩です。今日は2020年9月12日です。大阪の近鉄日本橋から鶴橋で乗り換え、近鉄特急を利用して伊勢路に出かけました。大阪市内から伊勢神宮のある宇治山田駅に約2時間で到着します。あまりの近さに驚きます。宇治山田駅はよくテレビの2時間サスペンスで出てくる駅舎です。今まで伊勢神宮に行ってから二見興玉神社や夫婦岩に行っていました。ネットを見ていると、夫婦岩に行って体を清めてから伊勢神宮に行くという文章を見かけました。そうか、逆だったのでご利益がなかったのかと、くだらないことを考えて、今回は伊勢神宮のお参りの前に夫婦岩に行きました。バスは伊勢神宮外宮から伊勢神宮内宮を経由して夫婦岩に行きました。料金は470円でした。帰りは夫婦岩から伊勢神宮内宮逆コースに行きました。すると途中だというのに料金は700円です。そうです、同じコースで行くと帰りで料金が違うのです。これは毎回感じている疑問です。夫婦岩は大しめ縄で太く固く結ばれた2つの岩、お岩、目岩のことです。朝日や月がセットで映し出されている場面は有名です。夫婦岩は夫婦やカップルなど恋愛の象徴となされており、縁結びのシンボルとなっています。テレビでよく映し出されていますので、ご存知の方も多いと思います。夫婦岩の奥に二見興玉神社があります。カエルのモニュメントが至るところにあります。夫婦岩と二見興玉神社で一つの観光地となっています。これで夫婦岩の紹介を終わります。チャンネル登録をお願いします。